今年のチームは1番から9番までどこからでも点が取れる打線が特徴で、試合ではその攻撃を生かして攻撃でリズムを作って勝ちに行きたいです。前回と前々回と1回戦で負けてしまって効果が奪えてないので、今回は全力疾走、全員野球をモットーに全力で戦って絶対に効果を与えたいと思います。夏に向けて、だいぶ仕上がってきて、練習試合でも相当いい形で、仕上がっているので夏が楽しみです。この1年間この夏のために、必死で、選手たちもやってきましたので、思う存分力発揮できるように、精一杯サポートして、一緒に戦いたいと思います。滋賀県高校の村田です。今年のチームはエース笹本を中心に守備では3点以内に抑えて打撃からリズムを作り打ち勝っていきたいです。絶対勝つぞ。